はい、今からヘナカラー白髪染めします。ライトブラウンが 45g、 ダークブラウン 15g で白髪染めをします。そういうことはなくなっちゃうのさ。そうだよね。だからもう競争だよ。もうだってドタタタタタタタパンを売ってるとこまで。みんなガタガタ走ってるね。そうさ。難しいよこのパンで言うと。そう。うん、またうまかったな。転職ってただ見るだけ？いや、ちゃんと召し上がる先生もいるよ。あで、大概の人は見るだけでさ、うん、その中から一品だけ食べてみるとかさ。ああ、なるほどね。転職ってだからご飯とお味噌汁とお惣菜があってね、みんな患者さんに出す石が来るの、はいはい、お盆で、はいはい。で、ちゃんと先生が転職するわけ。うんうん、なるほどね。うんちたよ、ね、疲れが取れるよ。そういえば福寿元と終わっちゃったね。あ、置いたんですか。おばさん亡くなっちゃったんだって。亡くなった、うん、あら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 、うん、それも知らなかったんだけど。あれまあ、そう、うん、うーん、じゃあみんな女の人が耐えちゃったじゃない。あさっちゃんがまだいるんかな。へー、うん、そっか、うん、あ、そっか、旅館は旅館のあれはいるんかな。旅館のおかみさんもいないんかな。福寿館のおかみさんもどうなのかね。兄弟なんだよ。うん、そうだよね。福寿館、うん、嫁さん同士が。あ、そうなの、うん、あ、嫁さん同士が兄弟なの。そう。あ、で福寿館のほらだから長男のとこへ長女ね、うん、上のお姉ちゃんが嫁さんに来て、次男のとこへ次女が行ったの、ね、うん、次女の人とも来た。あ、うん、あ、なるほどね。うん、兄弟で来たんだよ。あら、また珍しいね。うん、でも2番目の人の方がお人よしで柔らかいかね。やっぱり長女とは違いね。2番目ちゃんどっちだ。だからお風呂屋さんの。ああ、そうなんだ、うん、やっぱり長女の方がね、うん、ちょっとこうキュッとしててさ、うん、ね、なるほど、うん、違いね、感じがやっぱり、ね、うん。
みんなだんだんなくなっていくんだね。ね。いやだね。でも福祉課のおかみさんって私なんかぐらいじゃないんか。そうなんかい。だってあの幸吉ちゃんが私なんかよりは3級だか4級だか上だもん。あ、上だったんかい。そう。あ、そうなんだ。うん。長男が幸男さんって言うんで、うん、下の人が幸男ちゃんって言うんで、そうだね、うん、それと私なんかより確か3つ4つ上だよ。あ、そうだったんだ。うちの姉よりでっかいんだから。それであとなんだけど、幸子さんって人がいたんだな。上郷あたりに住んでたんじゃないかな、はい、今いるんだかいないんだかわかんないけど、一体いつ亡くなったんだろう。いや、俺もさ、知らなかったんですよ。ちょっとわかんないんだけど、海外新聞見てるんだけどね。あ、それでも雪が降ってて病院に泊まってた時なんだみたいね。そうだね。見やしないよ。はい、これで50分加温して洗います。